はい、どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。はい、本日はこちらのねグローブを柔らかくしようと思って、走れおいチャンネルのおいくんに、まあ、多少ねオイル片付けをしてもらったんですけど、まだまだ硬いということで、ちょっとこれどうにかして柔らかくしたいなと思って、まあ湯もみをするのが一番だと思うんですけど、湯もみはしないでこのグローブを柔らかくしたいと思います。今日使おうと思っているものを紹介します。それがこちらです。はい、こちらミツアタイガーのグラブ柔軟スプレーというものですね。こちら出たばかりということで新しいものですね。でこちらを使ってちょっとグローブを柔らかくしたいと思うんですけど、こちら特徴としては皮を柔らかくするスプレーです。グラブの片付けに最適です。千葉県船橋市にあるビビットという、船橋ララポートの隣にあるねお店のトキワスポーツさんで、購入しました。でこちらちょっとやってみたいと思います。開けちゃいました。使用方法っていうのは、缶をまずよく振って、硬くなった部分の表面に10センチぐらい離してスプレーしてください。 2,3 分で柔らかくなります。この辺硬いんですよね。この辺硬いんで、ちょっとこの辺いこうと思います。硬いとこいきますよ。やります。いきます。入れよう。結構やってる、結構やってるよ。煙がすごい。これでこれで 2,3 分置くと柔らかくなっているそうです。じゃあ 2,3 分置きましょう。はい、ということで、2,3 分置けということで、ちょっと 2,3 分置いたんですけど、どうですかね。多少ね、この開く閉じるが結構スムーズになったような気がします。まあ、まだまだそんなすぐにはもうベロンベロンにならないですけど、さっきよりかは柔らかくなったかな、ちょっとって感じですね。ちょっとだけですね。うん、はい、こんな感じですね。結構柔らかくなったと思うんですよね。普通にペタペタしてて全然これいい感じだと思うんですよ。はい、こちらのスプレーね、やっぱグラブの湯もみをやるときに、やっぱ濡らしてから乾かすまでの時間とかを考えると、こちらのグラブ柔軟スプレーの方が吹きかけてから、まあ、2,3 分ぐらいして、そこからもう柔らかくなって、そこから片付けをできるので、とても時間短縮になるかなと思います。はい、とてもいいなと思いました。あんまり湯もみをやらないんですよ、自分は。これがあるんだったら気軽にグローブを柔らかくして、片付けをする時間が作れるんじゃないかなと思いました。今回はこちらのミツアタイガーのグラブ柔軟スプレーを紹介しました。こちらね、お値段はだいたい900円ぐらいですね。気軽に、グラブ片付けをできていいかなと思いました。はい、ぜひともこちら見つけましたら、ぜひとも1本買ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、本日はこれで終わります。はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。ありがとうございました。